お腹空いちゃった。はあ、お姉ちゃんたらクッキー食べてる。いいなあ。いいな。僕もクッキー食べたい。あーんってしてほしいな。私が餌付けしてあげるはい。ああ、深夜少女が階段を登っていると不意に足が止まったのです。見ると真っ白い手が足首をつ。掴んで。 怪談話は初めて臨場感が半端じゃないわおいしい紅茶の入れ方をご存知ですか茶葉の成分を十分に抽出するためには高温に保つ必要がありますですのでティーポットをあらかじめ温めておくのがコツというわけですよろしければ私がとっておきのアールグレイを入れて差し上げましょうかはいよろしくお願いします 悔しいけど、あんたのおかげで気づけたの。個性を活かしたサービス。それは、握手会やオルケストラにも応用できるもん。まとおいた意見ね。カミラ様がこの店で働いた時も。君たちが、お客様だとふざけるな。僕は高貴な血を引く吸血鬼の貴族。貸し付くのは君たちの方だ。非常食。こんな服なんか着ていられるか。 今すぐスーツを持ってこいそうすれば一人残らず僕の虜にしてやる3分で我慢ができなくなって客にお給仕をさせたそうよその強きすぎるキャラクターが受けて客にファンが増えたらしいわカミラ姉さまらしいわみんなファンサービスの勉強ができて うちらも頑張らなくちゃそうでしょメア <laughs> メアも人見知りを直すために頑張りたいか張…ありがとうシャンペーあたしたちをここで働かせてくれてこういう不シドの店は嫌いだけどいろいろ勉強になったわにゃにゃっ風紀委員でバレー部嫌いのエミリアが。 そんなこと言うなんて別に構わないでしょ今回の件で少し考え方が変わったってことここでのバイトは今日で終わりまあでもどうしても手伝ってほしくなったらまた呼んでくれてもいいけどさすがエミリアさん見事なツンデレっぷりなのです <laughs> バカあんたはもう帰りなさいよ教師の仕事があるでしょ ねねえ,ねえエミリア僕たち今はまだここの店員さんでしょぜひ先生さんに言いたいセリフがあるのですどんなセリフかというとわ <laughs> 分かったわよこいつは男で変態でくず教おしだけど今は曲だもん私がこんなことを言うのは今回だけだからよく聞きなさいせーのまたのお越しをお待ちしております すまん